頬筋っていう筋肉ですね、ここがパンプアップして顔が大きく見えてしまっているものに対してアプローチかけていきます。小川慎弘です。はい、今回の動画は激痛たった1分丸々押すだけで顔が激痩せする方法をあなたにお伝えしていきます。まあ、今回ねまた激痛シリーズなんですけども、今回のポイントは結構痛いと思います。でまずですね、顔が大きく見えてしまう原因で大きく分けても3つぐらいあるかと思うんですけども、まず1つはむくみ体質ですね。顔がパンパンになって顔が太って見える。でもう1つが食いしばりですね。これは意識的に食いしばってることに気づいてる方もいれば、ほとんどの方が無意識のね食いしばりで気づかないうちに食いしばってぐーっと噛んでることによって、噛んでる間筋肉がずっとこう緊張している状態ですから、知らず知らずにパンプアップしてね、それでまあエラが張って見えたりとか顔が大きく見えてしまう。まあそれに伴ってですね、顎関節の動きも悪くなってくると、本来動くとこがサボったりして血流悪くなったりすることによって、まあリンパ流れも悪くなるし、血流悪くなることによっては余分なね筋肉脂肪がついてくるんですね。まあそれも大きくなってくる原因ですけども、今回の激痛ポイントは食いしばりによって知らず知らずのうちにこの頬筋っていう筋肉ですね、ここがパンプアップして顔が大きく見えてしまっているものに対してアプローチかけていきます。ですので、まあ、マスクをねつけてることずっと多いと思うんですけど、口をね開け閉めしてない、こう歯と歯がずっと当たってる状態がもう無意識の食いしばりですし、こう目線がねちょっと下がるだけでも上の歯と下の歯が当たることでこう無意識に食いしばっちゃうんですね。だから普段こう口の隙間を意図的に開けてたらまだいいんですけども、こう下の歯とね上の歯が当たってるだけでこれが無意識の食いしばりですから、それを24時間寝てる間もこうずっと行ってると頬筋で筋肉張ってきますので、それをですね今回一瞬で改善していこうと思います。ではね早速やっていきましょう。はい、今回ねもう1分なんでもうミッションも1個だけですね。で狙うポイントはね頬筋ですね。まずですねこの頬骨からエラの角っこにこう両サイドねついてる筋肉なんですけども、グッと食いしばった時に硬くなる筋肉ですね。ちょうどもみあげの前ぐらいからエラの角っこについてる筋肉なので、これを狙っていきます。片方ずつやっていくんですけども、ちょっと自分でねお顔を触ってもらって気になるなって方からやっていきましょう。じゃあ僕はねまず右側からいきますね。頬筋の場所はグッと食いしばってもらったら筋肉ね硬くなりますから、その場所を探しましょう。ここからは大事なんですけども、今グッと食いしばって筋肉の場所を確認しました。でここからはその中の頬筋の一番張ってるところを探すんですけど、これは食いしばってる状態じゃなくて歯と歯の隙間を開けてね筋肉が緩んでる状態で探していきます。緩んでにもかかわらず固まってるところですね、そこを探していくんですけども、歯と歯の隙間を開けた状態でこの頬筋触って一番張って、まあ、押すと、ね、多分ここがね痛い激痛ポイントなんですけど、その場所を1点探しましょう。僕の場合この辺りですね、そこを親指の腹でグッと中に押し込みます。グーッと押さえておくだけでも効くんですけども、今からですね30秒ここ押さえた状態で口の開け閉めですね、大きく開けて閉める。頬筋自体はこう噛む時の筋肉なんで、開けてグッと噛みます。少しね食いしばりましょう。開けてグッと食いしばる。で食いしばった時に筋肉がボーンって、ね、合流するんで、当てて指がこう押し返されると思うんですけども、当ててることによって食いしばった時に指が、ね、中にグッと入るんですね。その力も利用していきますので、しっかり開けて軽く食いしばる、これやっていきます。じゃあまずね筋肉脱力している状態で張ってるポイント見つけて、そこを親指の腹でねグッと中に押さえます。押さえたら今から30秒ですね開け閉めしていきます。でいきます、よーいスタート。で締めた時に筋肉が硬くなるんで、その時に指がねずれちゃうんで、ポイントずれちゃうんで、ずれないようにしっかり当ててくださいね。はい、これで30秒ですね。お、めっちゃスッキリしましたね。見た目もスッキリするし、あと触ってもらったらね、この先ほど硬かった頬筋がもうすごい緩んでると思うんですね。やってない方と比べるとこっちまだすっごい筋肉のね束が厚いんですけど、こっちも結構薄くなってます。で同じことを、ね、反対でもやっていきます。1点ですね、硬いとこを探します。親指の腹で押さえます。はい、じゃあこのまま30秒いきます、よーいスタート。
これ30秒ですね。さあこれでかなりスッキリしたかと思います。すっごい食いしばって抗筋がすっごい盛り上がってもうねエラが張って見えるぐらい筋肉の盛り上がりがきつい方なんかは片側まあ30秒をね、まあ、2セット3セットとこう両方繰り返しながらねやってもらうことでさらに効果出ると思うので、張ってるとこは最初はね激痛だと思うんですけども、痛くしすぎなくても十分ね効果出ますので、抗筋ね無意識で食いしばって顔が大きく見えてる方はぜひねお試しください。はい、では今回のね、動画をおさらいしていきますね。今回のミッションも1個だけですね。もうたった1分で〇〇っていう場所がですね、今回は抗筋になります。で、抗筋っていうのはこのね頬骨のあたりからエラの角っこにこう縦にねついてるとこで、分かりやすいのはグッと食いしばった時に硬くなる筋肉ですね。で、そこをですねこの歯と歯が当たってる状態はグッと食いしばってる意識がなくても、下顎に上のね頭全体がこう乗っかることで無意識にこれ食いしばりの動作になっちゃうんですね。ですので肩歯が当たってる方は無意識にねグーッと食いしばってるっていうのが癖ついてるんですね。これ寝てる時も食いしばってる人は結構そういうのが関係してます。ですので今回このね抗筋の張ってる場所を探すんですけども、場所はまず食いしばってね骨の位置見つけて、頬骨とエラのとこをつないだところにある筋肉ですね、それを歯と歯の隙間開けて筋肉の緊張緩んだ状態で触って、その中で一番硬いとこ、硬いポイントを探します。そのポイントを見つけたら親指の腹でグッと押さえます。押さえた状態のままここから口の開け閉めをしていきます。口の開け閉め当てて開ける、閉めた時は軽くね食いしばります。食いしばると筋肉がね緊張すると思われますけども、この締めるのも動作、運動ですので筋肉に刺激を与えた状態で開け閉めの動作で筋肉を緩めていきます。で、当てて開け閉め、はい、これをね片側ずつ30秒行うことでねかなりスッキリしますので、無意識に食いしばって関節症の症状こういうのもね結構緩んでくると思うので、ぜひねお顔の筋肉が大きく見えて顔がね大きく見えちゃってる方はぜひねこの方法をお試しください。もう即効性がありますのでぜひねご活用ください。はい、では今回の動画を見ていいなと思った方は高評価、そして、チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。